コミシェリーする人なんですけど、会社の方々多いですね。今ちょっと美容室にいています。汚いのでちょっと行ってみたいと思います。弁当弁当お弁当、これ大好きですよ皆さん。これこれとこれ、これを食べようか悩んだんですけど、昨日作ってた体にいい味噌汁を食べたいと思います。あっつ湯に切って、こういうコンビニの食べ物も好きだし、あの定食屋さんのあっつよよ、入れてみよう。うぇー、美味しそう。うん、うまっ。今の味噌スープ、はあ、おぉ、うん。まもなく東池袋です。おはようございます。初めて麹町駅に来たんですけど、わからないです。ここ初めてなので、ここどこだろう、わからないどころ。ここら辺って会社の方々多いですね。みんな会社、私はこんな感じ。ここからちょっと600メートル歩いていきます。ここどこ、なんかここ、なんかここわからないんですけど、警察さんがあちこち多い。ここ何するところなのかな。なんで、終わりました。皆さんこんにちは、サンタです。今日はですね、私最近初めて日本の放送局に行ってちょっと撮影してきたんですけど、この話についてちょっと今日いろいろ話してみたいと思います。私はあの鶏頭っていうニックネームがあったんですけど、世界のあだ名について語ってくれた韓国出身のサンプンさん。皆様のおかげで私が日本で初めて放送局に行ってきたんですけど、行く前に本当にすごく緊張しました。時々、まあ、正直言うと撮影する時は緊張しなかったんですけど、撮影する前、放送局に行く前緊張だったです。撮影してもう3週間ぐらい今経ったんですけど、お水また持っています。お水ありがとうございます。放送局さん、東京 MX さん、お水ありがとうございます。また持っていますよ。あと靴下ありがとうございます。あとステッカーありがとうございます。と秘密なんですけど、これもありがとうございます。緊張してしまいハキハキと話せなくなるのが悩み。この悩みに対し韓国出身サンプンさんの意見は、私今も人見知りする人なんですけど、なんかこういう時笑います。なんかみたいに笑ったら悪口とか言う人いないんですよね。なので最初は恥ずかしくてもちょっと 笑ったりはい、そうですよねみたいに。私がいつも話しているんですけど、私本当に皆さんのおかげで日本に住んでいるし、昔から夢だった放送局にも行って、これは全部皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。日本に来て本当にいい人たちと出会ったり、まあ、意外にも本当に日本に来ていろんな経験とか今しているんですけど、本当にいつも皆さんに感謝しているし、本当にありがとうございます。まあ、その放送局で出会ったあのいろんな日本の人たち、同じ立場で日本に一緒に住んでいる外国人たち、番組の企画に出演してくださった選ばれし4名と出会って本当にいい思い出になりました。うん、なので本当にこれからも日本でいろんな面白い思い出、いい思い出を作るので、これからもよろしくお願いします。あ、今週土曜日にも放送されるので、今週土曜日東京 MX、 もしかしてテレビが見れない方はアプリで見れるので、少しだけ出るんだと思うんですけど、それもちょっと見てみてください。よろしくお願いします。次回羨ましいこれステッカーなんですけど、このステッカー欲しい方いますか。これ全部はあげないんですよ。1枚1枚1つ欲しい方いたら、もし街とかであったらしてあげるので、どっかだったら話しかけてください。じゃあね。